宝ケミカル株式会社は愛知県名古屋市港区潮見町で石油製品の保管などを行っていた企業を2020年4月1日付でセントラルタンクターミナルと合併しセントラルタンクターミナル名古屋事業所北ターミナルとなった本項目では前身である宝石油化学株式会社についても解説する宝ケミカルは宝石油化学を前身とした企業である 宝石油化学は中部石油化学工業の設備や井出光高産の設備を引き継いで石油化学製品の貯蔵、小分け、出荷業務、リサイクル事業などを行っていた。また宝石油化学の関連会社である宝物産は石油製品の輸入、販売事業などを行っていた。2012年に宝石油化学はタンクターミナル事業を宝ケミカルに移譲。 宝石油化学は一部事業の異常後も法人として残っており、工場跡地に建設した賃貸マンション、宝グランドハイツを管理するなど不動産事業を展開している。一方、一部事業を継承した宝ケミカルは、太陽光発電事業、廃液中和処理事業、中華人民共和国との合弁事業など事業を拡大した。また社員教育に力を入れていた。 2019年よりセントラルタンクーミナル参加に入り、翌年同社へ吸収合併された。宝石油化学は2000年代前半まで名古屋臨海鉄道の塩見町駅所管の専用線を利用して鉄道による化学製品の輸送を行っていた。この専用線は元は井出光高山の専用線を引き継いだもので、塩見町駅の西港外側線に169メートルほど、 あった。安治川口駅の関西化成品輸送向けや、東港駅の産業化成工業向けに、プロピレンオキサイドを国鉄滝16,500経過車を使用して輸送していた。現在はすべてセントラルタンクターミナルに移常されている。ありがとうございます。